ストプリの、コロン様が、動画を無断転載しました。しかしそれを指摘されても、だんまりを決め込んで、現在も逃亡中です。概要から引用します。エンタメユニットストプリのコロンさんの配信が、著作権侵害に当たるのではないかと指摘されている。騒動の発端となったのは、絶対に笑ってはいけない TikTok についにストプリ、神回すぎん、と題し、コロンさんが9月8日に自身の YouTube チャンネルで行った配信。コロンさんはその中で、吉本興業所属のお笑いコンビデカダンスの、アシナスことアシナシュウスケさんが、TikTok に投稿した動画などを投稿した。これに対し、アシナシュウスケさんは無断転載された笑い、と題したショート動画を YouTube へ9月12日に投稿。その際、ご紹介いただきありがとうございました。また暇な時におじいちゃんの元気な姿を見てください。ただ次転載するときは、一言ください笑いとコメントを残していた。重役その後、9月17日にアシナシュウスケさんは、無断転載コロンくんの件についてと題した配信を実施。SNS 上でコロンさんへ謝罪を求める声が集まっていたことに対し、無断転載は良くないし、普通に訴えられたりとかしたら大きい問題になると思う、と前置きはしつつ、僕は別にそれに対して謝ってほしいとか、動画を削除してほしいとかって気持ちは一切ないと、書き込みを止めるように呼びかけた。これはあくまで、著作権を持つ人と、無断転載された人の、二人の問題です。で、今回は幸いなことに、著作権を持つアシナシュウスケ様が、大人の対応をされています。これはそんなに問題にならないのでは、と思いきや、後日とんでもないことが、発覚してしまいます。なんと、アシナシュウスケ様が、事務所に問い合わせをしても、返事がないことが発覚しました。こちらはアシナシュウスケ様のツイートです。ちょっと気が変わってきたな。約2週間事務所通して連絡してんのに、何の返信もないのやばすぎないか。事情を知らなかったとはいえ、そんな人間を信じてしまったのが恥ずかしい。コロンさんへ、今度から一言ください。URL を載っけてください。僕以外のも、と事務所を通して、連絡してから2週間経って、まだ一切何の連絡もないんですが、どうなっていますでしょうか。嘘だろ。ストプリって、超大物ですよね。それなのにこの対応は、さすがにないんじゃないでしょうか。この動画を作っている時点では、この件に関して、コロン様と公式は、だんまりを決め込んでいます。なお、アシナシュウスケ様以外にも、無断転載の被害者が大量にいて、その被害者の方々からも、被害報告が上がっています。こうなってくるとさすがに、批判意見が増えてきます。しかしそれでもだんまり、嘘だろ、って、だんまりなのになぜか、無断転載動画を削除しています。ちなみに、無断転載の被害者と思われる人物に、個別に問い合わせて、事前に許可を取っているか、と確認をした方がいました。すると、その中で返信をした方全員が、コロン氏に転載の許諾を出していない、と回答しました。困惑。なおストプリ公式サイトには、活動者の僕たちにも、肖像権や著作権というものがあって、それを守らないと法律違反になってしまいます、と書いてあります。また、違法アップロードに関する、専用の通報フォームも用意されています。いやー、やっぱ大手の対応は違いますね。動画の無断転載は、絶対に許さないスタイル、まさに公式の鏡です。あれ、でもコロンくん、無断転載してなかったっけ？まあ、多分気のせいでしょう。私は無断転載された立場ではないですし、著作権違反について、とやかく言う立場ではありません。しかしその後の対応がひどすぎる、権利者からの問い合わせを、事務所が2週間も放置するというのは、通常では考えられないですよね。対応に時間がかかりそうなら、後日追って連絡する旨を、きちんと伝えればいいだけの話ですし、謝って済む話を、なぜここまでややこしくするのか、ちょっとよくわからないです。ストプリ公式大丈夫か。最後までご視聴ありがとうございました。